コロナウイルスについて、県内では今日新たに2193人の感染と3人の死亡が確認されました。新たに感染が確認されたのは仙台市で1198人、仙台市以外で995人の合わせて2193人です。また80代の男性と90代の女性2人の合わせて3人が死亡しました。感染者数の推移です。先週の日曜日よりも91人多くなりました。前の週の同じ曜日を上回るのは23日連続です。県の午前10時現在のまとめによりますと、入院中が237人、このうち重症は5人です。また宿泊療養中が677人となっています。確保している病床の使用率は県全体で 39.2%、 仙台医療圏で 40.1% です。